感謝状が贈られたのはサミット警備のため警視庁から広島県に派遣されている特別派遣部隊員の4人の警察官です。4人は先月24日午前3時前、広島市大手町の元安川周辺で警戒警備を行っていたところ、川で溺れそうになっている20代女性を発見。水の中に入り、女性を護岸まで運んだり、女性が低体温症にならないために制服を女性に着せるなど、迅速かつ適切な対応で女性を救助しました。熱い警察官魂と絶妙なチームワークで救助活動を行うという冷静沈着さが見事に融合された活躍であったと。4人は今後も広島市中心部でサミットの警備に当たります。